ホロムイソウは、ホロムイソウか、ホロムイソウ族の多年草。一族一種。北半球の亜寒帯に広く分布し、淡水の湿地に生育する。日本では、北海道、東北地方に分布し、京都市のミドロガイにも隔離分布する。高さ1 40センチメートルで、茎には幼少を持つ細長い葉が誤生する。葉は20センチメートル程度になり、先端は丸く。 目立つ開口部がある。黄緑色の花は、良性の風媒花で、夏に、創上花序にまばらに咲く。花には6個の花皮及び湯髄が6個あり、死髄は3個が理性して気分のみ合着する。ホロムイソーカはかつては、し中と一緒にまとめられていたが、現在では分けている。に阿蘇が認められている。俗名は、スイスの博物学者、ヨハン・ヤーコブ・ショイヒツァート。 その兄弟ヨハン・キャスパー取材への懸命である。種小名はラテン語で沼を意味する。和名は日本ではホロムイで発見されたことによる。英名にはラニック・ラッシュやポット・グラスがある。ラニックはブリテン島において初めて発見された場所がスコットランド中央のラニック・ムーアであったことによる。また、この場所は 現在、ブリテン島における本州の唯一の自生地となっている。ありがとうございます。